皆さんおはようございます。エビチャンネルです。昨日1日で倉庫とウッドデッキの方完成したのでご報告です。倉庫は稲葉物置のこういうタイプ、幅が2メーターちょっとで、奥行きが1メーター弱、中はこういう風になっております。前回の以前あった物置に比べたらかなり、狭く、まあ容量的にはね半分となっておりますけども、置き場の関係で、浄化槽の蓋の邪魔になるということでこのサイズにしました。ここに冬用タイヤ、こんなにあります。とかね、もろもろ、普段使わないものを置こうと思います。そして、今回、あらかじめ準備しておりました電源コード。こちらをね、コード、小屋の方に、物置の方に、引っ張ってきております。ここに、どうしてもね夜とか暗いので電気をつけようかなと思っております。それとあとコンセント、それをつける予定です。電源の供給はこちらから行おうかなと思っております。で、西側から庭の方に回ってきました。ウッドデッキも完成しております。中古なので、使用感ありますけども、まあ使っていってればこんな感じになるので問題ないんじゃないかなと思います。まあどうしてもでしたら色を塗っていけばいいかなと思っております。なんかここも、工事かなんかで壊してますね。まあこれは後ほど連絡しておきましょう。はい、今日はウッドデッキと物置が完成しましたよという動画でした。今から休みなので片付けをしていきたいと思います。